どうも、チカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、2021年初めてプロリーグとして開催されるスリランカスーパーリーグのレギュレーションについてお話ししていこうと思います。もともとスリランカではスリランカプレミアリーグっていう名前でサッカーリーグがあったんですけど、そのリーグは18チームで開催されていて、プロアマ混合というか、プロチームとして活動しているチームもあるし、アマチュアのチームもあるし、そういう感じでリーグは開催されてたんですけど、国としてスポーツを盛り上げようという感じで取り組んでいて、でその中でサッカーもプロリーグを立ち上げようということで、今回スリランカスーパーリーグが開催されることになって、でその今までプレーしてた18チームの中でプロとしてチームを運営できるチームが10チーム今回そのプロ化された新しいリーグに参戦することになりました。で本来であればスリランカのサッカーリーグは11月にリーグがスタートして、そこから年越しをまたいで翌年の7月まで行われるんですけど、今回に限ってはコロナの影響があるので4月の中旬に開幕して、全10チームで総当たり1回戦だけ各チーム9試合を行って7月にリーグが終了するっていう形で行われます。なので今回はすごくギュッとリーグは短くなって、短期決戦なので1試合1試合がすごく重要になるというか、勝ち点3はもちろんですけど勝ち点1もすごく大きなポイントになってくる大会なのかなと思います。で聞いた話によると、本来であれば FA カップっていうカップ戦も開催されるみたいなんですけど、今年に限ってはカップ戦はなく、そのリーグ戦のみが行われるっていう感じです。その4月から開幕するリーグ戦の前にプレシーズンマッチっていうのが組まれていて、僕らも先日1試合行ったんですけど、リーグに参加する10チームを5チームずつの2ブロックに分けて、でその中で総当たり1回戦で4試合行ってリーグに向けて準備をしていくっていう形で、まあ、そのプレシーズンマッチに関してはチームとしての準備もそうですけど、リーグとしても新しくプロリーグとして運営していく大会に向けて練習みたいな形で行ってるみたいで、なので YouTube 上で中継があったりとか、スリランカスーパーリーグの Facebook ページで試合の告知がちゃんとしてあったりとか、まあ、本当に今後プロリーグを始めていくにあたってこう一生懸命プロモーションして取り組んでるなっていうのが僕らにも伝わってくる感じです。そういう新しく立ち上がるリーグの立ち上げのところに参加できるっていうのはすごく僕としてもやりがいを感じますし、現地のメディアの方でも僕ら日本人選手だったり、僕らのチームの監督を務める日本人監督だったり、すごく大きく取り上げてもらっていて、国からの注目もすごくあるんだなっていうのを感じてます。なので下手なプレーはできないし、リーグ戦はもちろんですけどプレシーズンマッチも含めてしっかりしたパフォーマンスを見せれるように引き続き頑張っていこうと思います。まずこのスリランカのサッカーの情報っていうのを知りたい人がどれぐらいいるのかっていうのはちょっと僕もわからないんですけど、日本にいて基本的には入ってくる情報ではないと思うし、すごくターゲットは狭いかもしれないんですけど、今回僕が参戦しているこのスリランカっていう国でプロリーグとして初めて開催されるこのスリランカスーパーリーグを少しでも知ってもらえるようにというか、今後もいろんな情報を発信していければと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。